ありがとうございます。すいません、もうびっくりだ。おめでとうございます。おめでとうございます。ありが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 とうございます。本当にありがとうございます。すいません、素晴らしい方で。ありがとうございます。ありがとうございます。今日は侍ジャパン優勝監督栗山英樹さんにお越しいただきました。もう僕が伝えたいのは、はい、このアメリカでの準決勝決勝どれだけ多くの日本の人がもう見守っていたか、帰国されてそのことは感じました？いやもう本当すごいかったですね、空港から、うん、ですから本当にありがたかったですし、力もらいましたし嬉しかったです。そうですか、はい、今日であの侍ジャパンのメンバーたちはそれぞれのチームに帰りました、はい、寂しくないですか？そうですね、もうあんだけのチームも二度とできないかもしれないんで、はい、すごく悲しいですけど、もっともっと彼ら頑張ってくれるんで、また野球応援していきます。はい、はい、今日は侍ジャパンで見事優勝を果たしました。もうドラマのシナリオですら書けないような感動的な優勝、栗山監督にゆっくりとお話を聞いていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、改めまして侍ジャパンを優勝に導いた監督栗山英樹さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はあのメダルをつけてきていただいたんですね。はい、どうですか？メダル初めてですけど、はい、重いです。重い、はい、まあ、あの責任の重さもありましたし、うん、まあ、それを感じるかもしれないですけど、すごく重いんで、うん、はい、あの監督が、ね、メダルをこう授与されるってあまり野球では見ないですよね。そうですね、ですからちょっと嬉しかったです。そうですか。そしてあの最後のマウンドにはやはり大谷翔平選手がいました。であのこの優勝決定の瞬間、大谷選手本当に喜びを弾けさせたんですけども、ご覧になってました？いや僕初めて見ました。本当ですか？いやあの僕はバッターの方をずっと見てた、トラウト空振りしてくれってこう三振って、はい、そっちばっかり見てたんで、三振した瞬間にガー走り出したんで僕も、はい、で後で聞いて見ましたかって言われて、今初めて見たんですけど、あんな感じだったんです。あとこうやってコーチとこうハイタッチしてるんで、なるほどなるほど、彼の姿を見てなかったんで、うん、本当に、はい、嬉しかったですね。いかがですか、この大谷選手の喜びを爆発させてるシーンは？いやなんか久しぶりに長い間、うん、翔平と一緒にいて、はい、あやっぱこれやりたかったんだなっていう、はは、なかなかそのエンゼルスでチームが勝ちきれないっていう、うん、でも、うん、これ負けたら終わりっていうような中で全力を出し尽くすっていう、勝つためにもう命かけるっていう、うん、はい、まあ、そんな感じの、約1ヶ月だったんで、はい、これがやりたかったんだろうなっていう ね、あの今見て、はい、足びれる戦いがやりたかったんだろうなっていう、はい、もう本当に全力尽くして勝ち負けを競う競技なんだということですね、はい、うん、しかもあの最後のバッターが結果的にですね、あのトラウト選手でチームメイト、まさに日米両雄のその戦いになった、何かこうドラマを超えたドラマだなと思ったんですけども、どうご覧になってました？いやそれはあの普通僕そういうのをいろいろ考えながら、うん、試合展開見ていくんですけど、いきなり翔平出てきてランナーフォアボール出してるので、はい、で普通あのリードでずっとなかなかいかないんで、うん、いつかどっかでやられる可能性を考えてるんで、ゲッツーでツーアウトになってトラウト選手が入った瞬間に、はぁって、はい、勝てるかもしれないこの物語っていうふうに思いましたけど、ツーアウトランナーなしでトラウト選手ですけども、その時に勝てそうだっていう、はい、トラウト選手が来て、これもう物語ですよね、完全に。そうですよね、最後大谷対トラウトで試合が決まるっていうのは全世界の夢なはずなんで、あこれは野球の神様がこう作ってくれたのかなってふと思った時に、初めてこれいけるか勝てるかもしれないっていうふうに思いましたけども、栗山さんよくあの野球の神様っていう言葉を使われますよね。神様は これまでここまでこの大会心憎い演出をするのかって多分見てる人みんな思ったと思うんですよ。栗山さんも驚かれたんじゃないですか？まあそうですね、もちろんあの試合の最後方の展開っていうのは、うん、いいピッチャーをこうつないでいくっていうのは思ってましたけれども、うん、ただまさかこういう物語の終わり方をするんだっていう、うん、でもなんかそれぐらいもしかすると、うん、一人一人のジャパンだったり、そういえば大谷翔平の持ってる大きさだったりとか、はい、うん、野球の神様に祝福されてる選手なのかなっていうのは感じますけど、うん、まあ、あのその野球の神様に祝福された大谷選手をはじめ、はい、やっぱりこう選手たちが本当に躍動した大会だったと思います。そこでですね、こう栗山監督の、ね、采配っていうものをこれから私たちなりに分析して見ていきたいと思います。大きい言ってくださいね、ダメなものはダメで、はい、いやいやいや
栗山監督の采配についてはですね、ちょっとこういう形で聞きたいと思っておりまして、はい、報道ステーションスポーツ班が注目した3つの采配、はい、栗山監督はまあ、皆さんもご存知の通り報道ステーションのスポーツキャスターとして出演されていましたので、はいはい、ある意味この昔の仲間たち、はい、元同僚がここ突っ込みたいというところをちょっと3つ挙げましたんで、ほとんどみんな知ってる感じですけどね仲間たちなんで、はいはい、まずはですねこちらですね、最初はですね、まあ、ラーズ・ヌートバー選手一番、正直スポーツ班の中でもほとんどこう知られてなかった、うん、で、まあ、正直スポーツ班もクリさん本当ですかっていうリアクションだったそうなんですよ。そもそもなぜ彼を呼んでこよう、まあ、結果は大成功だったらみんな知ってますけど、なぜ呼ぼうと思ったんでしょうか。まあ、いろんな要因があって、まずはその、ポジション的に日本の今、うん、こうセンターラインって言われるところに超一流の選手がこうだいぶこう年齢を重ねていく時代にあって、はいはい、でセンターというのは一つテーマではあったというのもまず一つあるんですね。でそこで、まあ、外野手が結構、まあ、いろいろあってっていうふうに考えたときに、僕はそのこのヌートバー選手とクアンという選手を2人なんとかいけないのかなと思って、で本当は1人って言いながら実は2人入れちゃいたいな、クアン選手、はい、クアンというインディアンスにすごくこう打率のいいバッターがいるんですけど、とヌートバーと2人がもし外野に入ってたらすごい強いだろうなっていうふうに思ってたんですね。ただやはり日本の皆さんの野球ファンのいろんな意識でいきなりアメリカでやってる選手を外野に2人入れることがいいのか悪いのかっていう、日本にルーツがあるとはいえ、はい、まあ、そういういろんなことを考えていく中で、まあ、たまたまクアン選手がちょっと規定上入れなかったんですよ。おじいちゃんおばあちゃんが日本の国籍なので、お父さんお母さんじゃないとダメなんで、なるほど、そういう流れの中で、まあ、1人になったんですけど、僕ヌートバー選手と話をした瞬間に、はい、めっちゃいいやつだし、なるほど、これ絶対に大好きになると僕は思えたんで、はい、いけると思ったんですけど、ただ活躍するかどうかはやっぱやってみないと分からないんで、うん、でも一番ですよね、切り込み隊長、はい、そうですね、そこはもう迷いはなかったんですか。使って結果が出なければ変えることは考えますけれども、うん、この思いっきりの良さと全力プレーっていうのは、うん、もう切り込み隊長にぴったりだったので、なるほど、まずは一番から行きたいで、うん、センターで行きたい、普通センターって両脇の選手の外野に声をかけて指示をするので、はいはい、真ん中のセンターっていうのは日本人のは絶対いいってよく言われるんですけど、うん、僕はヌートバーできると思ったんで案の定できたですね、うん、ヌートバー選手が入ったことでペッパーミルパフォーマンスも流行りましたし、はい、本当に野球を見たことない人たちまで巻き込んで盛り上がっていたと思うんですけど、その想像っていうのはしてましたか。それはそこまではちょっとできなかったです。ただ野球を知らない人も彼の野球をやる姿っていうんですかね、うん、でやっぱり人が僕も大会中ずっと感動してました。で監督やった時絶対今回泣くまいって決めてたんで、うん、こう感動して泣くのやめようってずっと思ってました、うん、だけど彼の一生懸命さを見てるとなんか涙が出てくるっていうか、うん、そういう選手だったんで、それは皆さん感じてくれたのかなっていうのはありますけど、はい。さあ続いてなんですけれども、2つ目はですね、準決勝の、まあ、メキシコ戦の投手リレーなんですが、佐々木朗希投手、それから山本由伸投手、どっちが準決勝でどっちかが決勝かなっていうふうに予想していた中で、まさか準決勝で2人のリレーだった、これはちょっとまさかと思ったんですが、どうだったんですか、お考えとしては。もともと準決勝の準々決勝で、はい、僕は大谷選手とダルビッシュ選手2人使ってっていう、はい、でそれももったいないという意見ももちろんあるんですけど、はい、もう負けたら終わりなんで、うん、もう日本の誇る4枚の先発ピッチャーをそこ2人2人でいっちゃいたかった、うん、どうしても勝ちたかったんで、なるほど、でそういう流れの中で、まあ、佐々木投手と山本由伸投手、うん、で普通は準決勝決勝なのかもしれないですけど、うん、はい、この大会実を見てると2番手のピッチャーがすごく難しいんですよ、やっぱり、はいはいはい、第2先発と言われる人たちが、はい、うん、でただこの2人だったらなんとか試合を2人で1つ勝ち切ってくれるんじゃないかっていうのもあったので、うん、僕はあえてもうここで勝負するべきだと思いましたけど、はい、この決勝に先発に今永選手を、はい、その結果温存できたという形になりますよね。
そうですね、今永投手の状態がすごく良かったのもありますけれども、はい、あまり決勝のことは実は考えてないというか、はい、今日一生懸命じゃなかったら明日はないの で、 そうです、ね、今日負けたら明日がないの で、うん、でそれで何かを取っておいて負けるほどバカなことはないので、うん、全部使い切るっていうふうに準々決勝から実は思ってたんですね、うん、なので、まあ、この2人ということで多分皆さんがなんで佐々木が先でなんで山本由伸が後なんだっていう意見もあるんですけど、うんうん、はい、由伸はやっぱり2人目が難しいんですよ。なるほど、第2先発からね、準備とかいつ行くか分かんないし、うん、で由伸はリリーフやってたんで、はい、その経験もありますし、うん、試合数の経験もあるので、うん、まあ、朗希先に行ってもらって山本由伸2人で実は8回ぐらいまでいかないかなっていうのが僕の計算だったんですけど、そして決勝ではその継投策が、ね、光りましたよね。そうですね、まあ、日本中もそうかもしれませんし我々も日々の打ち合わせの中で誰が次なのかとか、うん、ずっとよく話してましたけれども特に決勝のこの投手リレーの中でですね、まあ、報道ステーションスポーツ班はですよ、2番手戸郷選手3番手高橋宏斗投手この系と、まあ、決勝の大舞台で非常に緊張するだろうというところにこの若手を投入したここは大胆だなとは思ったんですがどうだったんでしょう。まあ、僕的にはあんだけ実績がある今永投手で今永投手ってすごく状態が良かったんで、はい、でも話聞いてみるとものすごく緊張で試合前話していることがよく分かってなかったっていう試合はだから全員緊張するんですよ若い人たちも経験ある人もだったらボールが勢いがあってプラスアルファ生まれるような人を若い人行った方が可能性が高いという僕のなんか逆説的な発想っていうかそういうものも含めてピッチングコーチと話をしていけるのは 誰がこうボールいけるかなっていう話をしている中で、うん、まあ、こういう順番になってるんですけ ど、 なるほど、ボール良かったです。緊張はもうみんな関係ない。緊張はするのでみんなするから、はい、めちゃくちゃするので、はい、多分僕マウンドにこうピッチャー交代で今回行くようにしてたんですけど、はい、話してても誰も聞いてないですよ僕の話監督なんか言っても素通りしてるの分かるんですよ、うん、もう緊張してて、うん、はい、右が左に流れちゃうみたいな、はい、もう次のバッターこんな感じなんで。なるほど。で野手に今ちょっと話をして帰ってくるんですけど、うん、であるならば緊張して思いっきり力入った状態でどうなるんだろうっていうふうに見てた方がいいのかなと思いましたけど、その戸郷高橋ときてその次の伊藤選手がゲームを落ち着かせたなっていうふうに思ったんですけども、まあ、この中でリリーフで伊藤大海結構投げてたんで、はい、一番安定感があったのは伊藤大海だったんですよ僕の中で、うん、ですからそこを抜けてで大勢も基本的には抑えて考えてたので、うん、そこまでいけばスッと流れるかなっていうのはちょっとあったですね。よかったです伊藤大海素晴らしかったです。そして金さんのリードを保って8回にダルビッシュ投手そして9回に大谷投手ここはまさにこのドラマ以上の展開だったんですけれどもこのケースというのは当然頭の中にあったという、まあ、これはすごくもうずっと考えてました、はい、11月ぐらいから、例えば8月にダルビッシュ投手に行った時に、うん、もうすでに出る出ないは別でどういうパターンなら投げられるかなって先発しながらリリーフとかいけるのかなとか、うんうんそういう話は出る出ないじゃなくてこっちの感覚というも話を実はしてたんですね、はいはい、でずっとこうこの2人が3回投げられないかなと思ったんですよこの短い期間に、はい、3回3登板、はい、そうするともう最後の試合は行っても1回か2回っていうふうに分かってたので、うんうん、一番厳しいところの8、9勝ってたら行きたいっていうのはありましたけど、うん、そうなるかどうか実はダルビッシュ投手が、うん、まあ登板間隔が詰まってしまったりとかしてて、うん基本的にはもう2回でやめようって話をしてたんですね。あ、そうなんですか。本人と。うん、ただ、うん、本人がいけるってなったらいつでもいいから言ってくれって僕は言ってたんですよ。それは水を向けたんですか。僕はそこういうふうに話を終えたんですね。今回もうこれで1回終えて、うん、もう1回いけるんだったら決勝戦、うん、行ってきてねっていう。あ、待ってるよと。はい、待って行ってきてくれと。はいはい、で決勝戦の日球場に行って、はい、話したらピッチングコーチが来て、うん、ダルいけるって言ってますって。いけるっていうのは行きますよっていう感じなんで、はい、あの大事なゲームなので2人に託すっていう感じだったんですけど、当日なんですか。当日です。やっぱりその2人の決勝行きますっていうその力強い言葉を期待して待っておられたということなんですね。はい、それは特に翔平なんかもそうですけど、うん、こうしようよっていうと
どっちかというと天の弱系なので一切言わないでずっと待ってました。もう何も決勝戦の日のことは言わないで、うん、やっぱ本人もそのアメリカ入って練習日の時になんか雰囲気出してきてて最後いける感じっすよねみたいな雰囲気になってきたんで、うん、じゃあ決勝戦の日に大谷投手、まあ、大谷選手は、アメリカ行った時ですから、はい、決勝戦から3日ぐらい前でですかね、はい、練習日に、体の状況を見ててあとはこう体の戻りさえ良ければ最後いけるかもしれないですっていう、うん、要するにそれは監督準備しておいてくださいよっていう感じもありますよね。大谷選手予定があるのでいけますよ。大谷選手 の, その頭の中には自分がクローザーで胴上げ投手っていうイメージができていたんですかね。まあ、クローザーかどうか分からないですけど、うん、監督が使いたいんだったら1イニングぐらいはいけますよっていう、うん、まあ、メッセージというか、でそれを僕は待ってたのでずっと、うん、じゃあ監督はそうしたらそこをうまく設計してくださいよっていう感じのメッセージを、そうですね、出してきた。そうです、あの多分僕が投げてほしいっていうのを口にはしないですけど彼も分かっているだろうし、うん、っていう そ, まあそこの暗黙のなんですか空気感なんですけど、しかしその本当ヒリヒリするそのまさに優勝を争うような場面で最後のマウンドに立てたっていうのは大谷選手にとっても大きかったですよね。まあ、ああいう試合がやりたかったと思うし、で特に、あの試合の流れのあのメジャーの一流バッターが並ぶ最終回の1点差は、うん、本当にプレッシャーかかったと思います、うん、まあ、翔平でさえも、うん、ですからあそこを投げるピッチャーってのは本当に難しかっただろうなというふうに思いますけど、うん、まあ、僕がということではなくてチーム全体の選手たちがこの人が投げてやられたらしょうがないみたいな人が行くべきだというふうに思ったんでね、うんうん、なるほど、まあ、そこは良かったし、であそこで抑えきるところもあまり褒めたくはないですよ。すごかったなと思います。しかし改めてこの継投陣、短い回をみんながそれぞれの責任を果たして期待に応えてゲームを作りました。このこれだけねみんながその役割をこなすってなかなか見られないと思うんですけど、なんでこれができたんでしょうね。これしかなかったっていう、勝つために、うん、要するにもう先発ピッチャーそこまで使っていっちゃうので、うん、で 最後の決勝戦はこうなる可能性が高かったんですね、うん、いけたら、うん、でも一番難しい7人ものピッチャーを使うと誰かがやっぱり調子悪い人が出てくるんですけど、うん、これだけのピッチャー陣だったらそれを超えてくれるというふうに、うん、もう信じてるというか信じるしかないというか、うん、そういうのは最初から思っていたので。なるほど、はい、その信じて の, その選手起用という面でいうとこれあの攻撃というか守備の面でもそうで、僕あの気になったのはあの源田選手なんですよ。あの右の小指を、ね、負傷をして、だけどもテーピングでぐるぐる巻きにして出てきたじゃないですか。あそこで起用した栗山監督の思いって何だったんですか。いやこれどこまで話していいのかよく分からないですけど、うん、あの時にセカンドで交錯して、はい、指、まあ、骨折して、はい、でベンチ裏に帰ってきて、僕は見てないですよね、ベンチにいますから。でそのままバーって源ちゃんちょっと治療した感じで戻ってって、うん、セカンドランナーに、でその時に監督って源ちゃん指完全に横向いてますと。でそれもあのポルタレンってあの痛み止めを普通水で飲むんですけど、そのままラムネみたいに口に突っ込んで、はい、それブワーっていくんですよ。でそのなんか魂っていうか、それはもう本当に感動したし、で次の日僕が外そうと思って源ちゃんと話したんですけど、もうそれは本当にそのいや監督ってもう本当にこの WBC 全てをかけますっていうその思いっていうか魂っていうか、はい、まあ、僕はそのある程度できたんで、もうプレーも確認できて、で僕は本当に源ちゃんにかけるっていうふうに思いましたし、多分選手全員もそうやって思ってたので、そこに関してはあのそういう感じだったので、そこまで聞くともう何も言えないですね。すごい。そしてもう一人やっぱりその村上選手、あえぎましたよね。まあ、あの最後は村上選手お前が決めるんだとか、あのいろいろ言葉あの今までもの取材でこう聞いていますけれども、打順についてはこう村上選手当初4番で最終的にまあ5番になって、まあそして準決勝でタイムリーも打ったし、そして決勝でもホームランも打って、まあ結果あの成功だったのかもしれないですけど、その葛藤といいますか、栗山監督の中で4番に据えた村上選手を5番にする、まあこの辺りこうプライドとかも考えるでしょうし、どうだったのかなと。例えば、吉田正尚選手だったりとか、はい、鈴木誠也選手だったりとか大谷翔平だったりとかって日本の4番を打てる人たちがこう育ってきてて、はい、で僕は
やっぱり村上選手が宗が日本の4番になると信じてるの で、うん、で次の4番は確実に作っておきたいっていうみんなの思いがあって、うん、でそこに行こうとしたんですけど、まあ、なかなか状態が上がらないっていう、うん、で最初練習試合の時には1回監督室に呼んで話をしました。で大会が始まってから次は電話で話をしました、うん、でそれからアメリカに行ってから2日間とも僕はメール入れましたけども、そのもちろん打順を外したりとかまだ4番に戻さないとかっていうところの中ではなんか今回に関しては僕の思ってることをちゃんと伝えるべきだと思ったんで、まあ、いろんなやり方でそういうふうに伝えてきました、うん、でもあれだけのバッターなんで打たないかもしれないですけど僕は絶対に使うと思ったんで、うん、なるほど、この大会期間中に、うん、でこれは根拠があるとかないとか 僕はそう思ってただけなんで、うん、ですから最後もあのサヨナラの時も、はいはいはい、もちろん前の回からノーアウト1、2塁、2塁で村上選手に回るの分かってるんで守ってる時に、うんうん、バントの用意してねってコーチには伝えて、うん、バントの選手もこう準備はしてるんですよ、はい、でそのケースになった時にやってやっぱりこれ勝つなら村上だ宗が打つんだっていうところと、うん、それから、まあ、ちょっと幅を広げてみると外野にさえ大きなフライが上がれば周東選手を一塁に置いとけば、うん、一三塁になって盗塁でまた二塁三塁にもなれるとか、まあ、そういういろんな幅とかを一緒にこう考えるんですけ ど、まあ、そういう中でじゃなんでそっちを選んだのって言われるとすごく難しいんですけど、うん、僕は本当に打つと思ったんで、うん、これだけ苦しんだら絶対大事なところで打てるというふうに思ってやってたので、なるほど、はい、そんな感じですけど、まあ、あの攻守にわたって、ね、お話を聞いてきたんだけど最後にも最後にというかまだまだ続きますけども、はい、この起用という意味で言うとその大谷選手ですけれども栗山さんにとってはそのメジャーリーグに行きたいと高校生の頃から言っていたその大谷選手を日本ハムに引っ張ってそして二刀流を2人で二人三脚でプロとしてそこから始めたわけですよね。でやっぱりその大谷選手の攻守にあのそう投げる方と打つ方両方の活躍がこれだけ見せてくれたということは栗山大谷関係も一つここで一段落というか一つの章が終わったのかなと思ったんですけどどうですか。もう本当そうですね、終わったというか、うん、もうその僕らは世界一の選手になると思って早めに世界に送り出したっていう、はい、5年で送り出したっていうところがあって、でまあこの大会でこれだけ打ってこれだけ投げて、うん、で最後抑えまでやったっていうのは一つなんか新たな道を翔平が歩む、まあ、本当の中間点で本当に一人で歩み始めるのかなっていう感じはする活躍だったとは思います。そうですね、はいはい、実はですね栗山さんあの、はい、こんな方から栗山さんへのメッセージをいただいています。大変なあの気苦労とそして責任を背負って戦われてたと、思いますので本当にあのおめでとうございますということと、気苦労は本当にたくさんあったと思いますので、少しゆっくり休まれてくださいということをお伝えできればと思います。そうですよね、まあ、同じそのジャパンを背負った監督同士その責務を全うされて今改めてどう思いますか。いやあのなかなか試合に出れない選手へのアプローチの仕方とか、うんまあ、森保監督からいろいろ教えていただいた部分も大きかったので、うんまああやって言っていただけると、うん、なんかちょっとだけほっとします。ありがとうございます。あの森保さんから、ね、そういうスター選手をどうそのみんなこの起用していくのか、あるいはサブで使わざるを得ないという状況にもなるわけで、それについて実はあの森保さんが栗山さんに質問があって、はい、そのあれだけその多くの選手がいる中で個人個人にどうやって戦術などを落とし込んでいくのか、一人一人とのコミュニケーションをどう取ったんですかっていう逆質問が来てるんですけど、あのコミュニケーションはすごく取りました、うん僕自分の形で、ただ、はい、超一流選手なんで僕以上に勝つために何が必要かっていうのを分かっているので、うん、逆に厳しくいかなきゃっていうふうに思ってたので、はい意外とバッサリいきました。だからちょっと試合数が少ない選手も出てきて僕に対して怒ってるかもしれないけれども、うんはいはい、でもどっか心の中でいやいや勝つためにはこの形ですよねって、俺今スタートから試合行かないけど今は守備から行きますよねとか、うん、俺のタイプそうですよねとか代打で僕待ってた方がいいですよねっていうのは、うん、なんか頭の中で分かってもらいながらいるので、うん、これは超一流の選手だからこそ理解し合えるって僕は思っているので、うん、どちらかというと今まで以上にはコミュニケーションを取ってないかもしれないです。逆に分かってるからはっきり言わないところも、はい、それが
超一流の選手のプライドだと思うんですよ。なんか言い訳っぽくなりますよね、うん、説明書こうだからこうしといてねみたいな、いやそんなの分かってますと、はい、ちゃんとやりますからっていう風な感じで行こうというふうに最初から思ってたんですよ、うん、でもそんな感じだったですね、うん、多分その一人一人と本当に真摯にね、厳しく言う場合あるいはそのねぎらう場合ちょっと真摯に向か立ちこう対峙したんではないかなって思わせ、僕ちょっと気になった場面があって、優勝決定後ですね、選手たちが記念写真を撮ったりしているところ、その牧原選手が寄ってきて一緒に写真撮って、その後こうやってね真正面で何かを伝えてますよね。これが栗山流なのかなって思ったんですけど、どうですか。ああこんな映像があるんですね。途中から牧に来てもらって、なかなかたくさんの試合に出てもらうことができなかった。でも一流選手っていうのは僕がこう思ってやったんだっていうのを真正面からちゃんと伝えたら、うん、こう納得はしないけど僕の言ってることは理解してくれるっていう凄さがあるので、うん、まあ、自然にちょっとなんかあんな正面向いて話してましたけど、うん、はい、それは伝えました、しっかり、うん、はい、もう本当ああやって目と目を見て直接対応してっていうことは心がけてずっとおられた。やっぱり言葉の選び方ではなくて、うん、こう心の中にある全てを本当に正直に伝えるためには真正面から向き合わないと伝わらないので、と本当にそれは、はい、まあ、普段から、はい、思ってます、はい、そしてですね、やっぱりチームをまとめる上で僕らが見ても大きかったんだろうなと思うのがやっぱりダルビッシュ選手の存在ですよね。なんかそのプレイングリーダーとでも言うんでしょうかね、まあ、本当にっていうか実はダルビッシュとじゃあんまり今大会調子良くなかったです、はいはい、正直言って、うん、っていうのはあまりにもみんなの練習に付き合ってみんなのためにやって、実は決勝戦の前も、うん、若いピッチャー今さっき出してもらいましたね、はい、で写真残ってるんですけど、このバッターはアメリカのバッターここダメよとかってこうみんながやってるのダルビッシュ投手が後ろから全部教えてくれてて、アメリカのバッターなんで、だから自分が投げるのにもかかわらずそこまでチームに貢献してくれたんで、うん、僕最後ダルに本当申し訳ないと、自分の調整ができなくて本当に苦しかったよねって、もう勘弁してくれと、うん、ただ本当に日本の野球のためにはなったんでっていう、まあ、っていうふうに謝ったんですけど、うん、まあ、そこまでやってくれたですね。なんかある種のリーダー論にもなるのかなと思ったんです。渡辺さん何か感じることありました。いや本当にとにかくチームの雰囲気がいいなっていうふうに感じていて、もうこれは栗山監督も意識されてこういう監督でいようって考えていたことがあるのかなっていうふうに思ったんですけど、僕じゃないですね、その雰囲気がいいのは。例えばダルビッシュ投手なんかでも若いピッチャーたちがいやダルビッシュさんってすごいいい人ですねみたいなことを僕に言ってくれたりするんですね。ですからその選手同士が一つにまとまるっていうのが一番大事で、まあ、それがうまくいかないときに監督がこう手伝うっていうふうにしか思ってないので、まあ、僕がというのは本当いろいろ言っていただきますけどないです。本当にそういうバランスよく選手たちが役割を果たしてくれて選手が本当に一つになってくれたっていうのは実感としてあります。そのダルビッシュ選手がそのこうメディアがインタビューするたびに言っていたのが、まあ、優勝云々よりも優勝する云々よりもやっぱり野球を楽しくや楽しんだ野球っていうのはそれを見せたいんだよねっていう話を何度もされていたんですよ。だから野球って本来楽しいもので、それをなんか選手たちは今回これだけの厳しい戦いをそれほど悲壮感なく本当にその楽しんで興奮して見せてくれたっていうのはものすごい財産になったと思うんですよね。どうでしょう。まあ、本当にずっとついてる方がこんな雰囲気のジャパン初めて見たっていうふうに中で言われた方がいたんですけど、僕ちょっと前が分からないんですけど、はい、非常にこうオンとオフというかバランスが良かったですね。で誰も勝ちたかったと思います、うん、せっかく来て、うん、でそれを勝つためにリラックスして楽しくやろうよって僕が言ってくれてたの時に捉えてるんですね、うん、本当にこうバランスよく選手たちが精神的にやってくれたなという感じがします、うん、そして栗山監督も何度も口にされてましたけれども、自分たちの姿を見て子どもたちがよし野球やろうってさっきも VTR ありましたよね、すごく嬉しそうにされてましたよね。その子どもたちにどんなメッセージを与えることができたんだろうって受け止めてらっしゃいますか。いや今回出てくれた選手たちみんな子どもの時に WBC 見てて、うん、イチロー選手とかいろんなことを見てて、うん、こうなりたいっていう、で今回も多分僕から見てても選手かっこよかったんで、うん、僕が子どもだったらこんな風になりたいなっていう風に見えたと思うんですよね、うん、でやっぱりこうなりたいってものすごく大きなものがあると人間すごく頑張れるし努力もできるし
我慢もできるしっていうふうに僕は思ってるんで、なんかそのことは選手たちが伝えてくれたなっていう、それが一番嬉しいですね。なるほど。なんかこうスポーツをやる環境、特にまあ野球人口が減ってきてるとも言われていて、なんかスポーツをやることのなんか少しハードルがね、今少子化も進んでる中で高くなっている中でのこの WBC のジャパンの活躍っていうのは、なんかすごく鮮烈なメッセージになったなっていうふうに僕は思うんですけども。もう本当にそう言っていただけると、もちろん個人は大事ですけど、うん、なんか誰かのために頑張ってみるっていうな、野球でそういうところがあるんで、はい、まあ、そういう面も伝わったらなんかすごく嬉しいなっていうふうに思います、うん、献身的でありながらも自分のパフォーマンスをしっかりできる、まあ、スポーツの喜びっていうもの、その価値っていうものを本当に多くの人が感じたんじゃないかと思うんですよね、まあ、そうだと嬉しいですね。人を助けてあげるってことは自分が力つけないと、うん、人を助けてあげられないんで、人のミスをカバーできないんで、試合中もだそれも含めてだというふうに思うんですけど、なんかね、そういうのを僕がなんか何回かちょっとミーティングで伝えさせてもらっちゃいましたけど、はい、選手たちの方が持ってましたね。そうです、はいはい、今度の侍ジャパンの野球っていうのがなんか世界に与えた影響って僕はすごく大きいんじゃないかと思うんですけど、どうでしょう。まあ、本当にこれだけの国と戦ったのは初めてですけど、いろんな交流もできるし、うん、人の優しさも感じられるし、なんかすごく意味があったなっていうふうに思います、うん、はい、やっぱりこう日本の野球文化がさらにパワーアップをして新しい独自の形を作ったなって思うんですよね、はい、そうですね。でそれが広がり始めたっていう感じがすごくしますね、うん、そしてですね、実は栗山さんの言葉でちょっと聞いておきたい言葉があって、こちらの VTR をご覧ください。監督自身が野球界のためにと思い続けた結果が一つこれだと思いますか。まあ個人的には最後の夢になると思います。最後の日になりました。いや、もちろんお疲れなんでね、今日も無理してきていただいて休んでいただきたいんですけども、はい、ただユニフォーム、最後のユニフォームってのはちょっと寂しいなと思ったんですよね。いや、僕監督やっててファイターズ時代もそうだったんですけど、うん、まあ、契約ってありますよね、はい、で契約で一回切れるべきだと思ってるので、うん、はい、だから今回のこの大会終わって契約が切れたら一回ユニフォームを脱ぐ、いつもこれは最後だと思ってやってきたの で、うん、でまた新しい契約が次の日来ればそれは考えるというだけの話で、あ、はい、よかったよかった。ずっともう着ないっていう意味じゃないかと思ってびっくりしちゃったんですけど、いやいや、そうじゃないんですよ。まあ、でもそのくらい覚悟を持って一日一日過ごすものなので、はい、監督っていうのはまずそこで終わるというふうに思ってやるべきだと思います。それを長く続けようとか、そんなに簡単なものではないと思うんで、監督としてもちろん少し休まれてから気持ちを落ち着けてから、そして周りがどうまた栗山さんにお願いに行くかにもよりますけども、空港でね3年後も頼むよって掛けがあったじゃないですか。いやもう本当にそんな監督じゃないんで、もうそれはあまり考えてないですけど、ただ僕がやらなきゃいけないことがあるんであれば、これからはもう本当に恩返しなんで、うん、何でもやるっていうだけの話なんで。そうですか、はい、最後にたくさんの方が日本でも応援をしていました。応援してくれたファンの方々にメッセージをお願いします。はい、まあ、アメリカに行っても日本の皆さんがどれだけ応援してくれてるのかっていうのはすごく感じました。でやっぱり今回コロナが明けてファンの方が球場に来てくださって、どれだけこれが力になるのかっていう、で思いっていうのは人を動かしてくれるんだっていうのはすごく感じたので、まあ、僕もそうですし、日本のプロ野球選手が必ず皆さんに恩返しこれからしてくれると思うんで、ぜひこれからも応援していただきたいと思います。ありがとうございました。はい、世界一を成し遂げました栗山英樹監督にお話を聞きました。ありがとうございました。そしておめでとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。テレビ朝日夜のニュース番組をスマホでも TVer で生配信しています。